皆さんこんにちは、本間雅人です。今日はですね、京都芸術大学通信教育課程で学んでいる皆さんにレポートの書き方に対して、ちょっとだけ、アドバイスをしようというふうに思っています。生まれた時からレポートを書くのが超好きだった、そんな人いないわけですよ。初めて書いたのが中学生だった、高校生だった、大学生だった、ね、今初めてレポートを書くっていう方もいらっしゃると思う。レポートを上手に書く秘訣っていうのは何かっていうと、いっぱい書くことです。まあ、結局ですね、いっぱい書いた人がうまいレポート書くことになってるんですね。まあ、逆に言うと1本目のレポートなんていうのはそんなにうまく書くことができなくて、当然でございます。まあ、車の運転で言えばですね、仮免取り立て初めて路上に出るなんていうのはドキドキしてもう汗だらだら、これは当然のこと。まあ、しかし、車の運転免許取って、何年もですね運転してる人は汗もかかずね、運転してるっていうことすら意識しないで自然に運転ができている。同じことで、最初の1本目のレポートはドキドキするけれども、2本目3本目35本目50本目になるとですね、もうレポート書くなんていうことに関してほとんど意識しなくても書けるようになります。今日はこのテーマだな、どういうふうにアプローチしようかななんていうことになる。ですから今これ初心者用の、アドバイスだというふうに思ってお聞きになってください。でレポートの書き方、どう書いていいか分からない、どこから手をつけていいか分からない、私がするアドバイスその1、先輩のレポートを読んでみようと。これね、皆さんが何を参考にするかっていう時に教科書を読むわけであります。で教科書っていうのはその道の専門家がですね、もう体系的に書いている、ある意味隙のない文章の塊なんですね。しかし皆さんが最初に書く文章っていうのはアマチュアの文章じゃないですか。でアマチュアのどんな、文章がいい文章として評価されるのかっていうことをぜひ見ていただきたい。でこれはですね、例えば学科コースの中で、先輩を見つけて、すいません先輩が初めて書いた時のレポートを見せてくださいなんていうのもあり、ありですよ。皆さんがね一生懸命勉強しようと思ったら、この大学の先輩はちょっと恥ずかしいけどいいですよなんて言って結構見せてくれるもので、ございます。あるいは先生と相談していただいて、いやこのコースの卒業生の方で、修了レポートをどんなものを出されたのか、ちょっと見せてくださいなんていうふうに、言ってみればアマチュアの先輩がどんな言葉でどんな構成でですね、レポートや論文を書いたかっていうのをぜひ参考にしていただきたいなというふうに思っています。いきなりねプロの文章と比べちゃうとね、なんか私の書いてるものこれどうなのかしらと思っちゃうんで、先輩の文章も特に卒業論文とかになるとですね、かなり慣れている。でもね逆に言うと、皆さんが2年後4年後そういう論文レポートが書けるようになっているっていう未来が待ってるわけですから、ぜひですね、先輩のレポートを参考にしていただきたいなというふうに思います。2つ目、書きやすいところから書き始める。私はこういうふうに申し上げています。例えば前書きがあって第1章研究の目的とかがあって、第2章参考文献とか、第3章研究の方法、第4章まとめとか、なんかいろいろ構成があるじゃないですか。目次作るのは先に目次が考えられる人はおすすめです。で最初から前書きからですね書けるっていう方、これも OK です。でもね前書き書くのがどうもどう書き出していいのかなっていう人も結構いらっしゃる。そんな方は一番書きやすいところから書こうと。いやそれは、なぜ自分がこの研究テーマを選んだかっていう研究の動機かもしれないし、自分が、一番この分野で読んだ本の中の要約かもしれないし、その内容の要約かもしれないし、あるいは自分がこの研究をどう生かしていきたいのかっていう後書きに相当するような部分かもしれない。自分にとって一番書きやすいところから書き始める、これがですねおすすめで、ございます。真面目な方ほどですね、なんか目次案を作ったら頭から書かないといけないんじゃないかなっていうふうに思って筆が止まる、こういうのをライターズブロックっていうふうに言いますけれども、それを克服する方法の、王道は何か、書きやすいところ書いたらいいっていう、そういう話ですね。3つ目、
構成は後回しとにかく書こうと。僕あの A 型の乙女座で、結構ですね構成文字直したりね、するのが得意なんですけれども、自分が文章を書くときにはですねとにかく書く、まあ、途中で、あ、これちょっと漢字間違ってるな、あ、ここのこう表現こういうふうにしたらもっと良くなるんじゃないかっていうのは後回し。つまり、文章をとりあえず書くときには、ね、誤字脱字、言い回しの不適切なところ、ね、論理の飛躍、まあ、そういうのは後でいくらでもブラッシュアップできますから、とにかく、文字数いっぱい書いていくっていうことをお勧め、しています。で昔は紙の原稿用紙をですね、無駄にしてはいけない、ね、だからちゃんと構成を考えてから原稿用紙に向かう。みんなワープロ使ってるじゃないですか、ね、だからもう編集とか構成とかし放題なわけ、ですよ。あとのパラグラフこっちに持ってきた方がいいな、この表現こういうふうに変えた方がいいじゃないか、あ、この言葉あ13箇所あるけど全部まとめて入れ替えよう、瞬間にできるわけですからね。ですから構成は後回しでとにかく書き進めていく、これが大事ですね。そして4番目、フィードバックをもらおうと。学びっていうのは一人でするものではなくてですね、誰かとの関わり、誰かとのですね、絆で進めていくと学びが深まっていきます。でレポートを提出すると、まあ、先生からこの部分いいですね、ここをこうしたらもっと良くなりますよっていう、まあ、そういうフィードバックアドバイス添削がいただける、まあ、これによって自分の学びがさらに深まっていくっていうのは通信教育のこれ醍醐味なわけですけれども、でもね先生に見てもらう前に誰か友達とか先輩とかね、ちょっとその分野で詳しい人を見つけて、でアドバイスをもらう、こう役に立ちますよ。で僕のおすすめはもう一段あってですね、このフィードバックをもらうアポイントメントを先に取り付けておくと、まあ、つまり2週間先にレポートの最終締め切りがあったとしたら1週間後に例えば、まあ、先輩とかですね、ちょっとこのレポートね2週間先に提出なんだけれども、ちょっと今の段階のこれ見ていただけませんか、なんかアドバイスいただけると嬉しいんですけど、まあ、これは相手の忙しさとかですね、状況にもよりますけどね。でも日本人ってね遠慮しすぎのことが多いんですよ。で先輩お願いしますなんて頼まれると頼られると嬉しいなんて、そういう人をぜひ見つけてくださいね。そしてそのアドバイスをもらう相手がですねもうすぐダメ出しをする人、そういう人を選ばない方がいい。どっちかっていうといいところを見つけてくれてあなたが頑張ってることを応援してくれるような人、まあ、でその3つの専門家でなかったとしてもですね、ああこういう勉強してるんですね、いやなんかすごく、こういうところがいいと思いましたとか言ってくれるような人を見つけておくと勉強がはかどります。これもね本当おすすめなんですよ。ぜひですねレポートをどんどん書く、で書いていけば上達します。そして卒業するまでには何十本かのレポートをが皆さんの、宝物になっていく。これがね私こんなに頑張ったんだからっていうですね、まあ、作品やレポートっていうのは世界中に他にないどこにも売っていないあなた自身が作る宝物になっていく、それを増やしていくんだ、まあ、そんな気持ちでですね、今日もこれからぜひレポートを書き進めていっていただければなと思います。今日はありがとうございました。